涌谷町の住宅で男性が刃物で刺され殺害された事件は、昨日で発生から1週間となり、警察が現場周辺で検問を行いました。この事件は今月19日の午後7時50分ごろ、涌谷町の自営業三河英二郎さんが自宅の玄関先で男に刃物で刺され殺害されたもので、犯人は未だ逃走しています。昨日夜、事件の発生時刻に合わせて現場周辺の3カ所で検問が行われました。2時間で190台ほどの車両に実施し、捜査員らが事件当日に不審者や不審車両を見なかったかなどを尋ねました。警察は捜査本部を設置し、逃げた男の行方を追うとともに、広く情報提供を呼びかけています。